はい、どうもアンドリューでーす。今日はですね、メロン型もとっとと、作っちゃって、あの苦手の、足とかあの二頭に行きたいので、ちょっとサイドレイズをもうやたらやりたいと思います。 あとそれからですね、あの今日ですね、十何年ぶりに、走ったんですが、あのきついですね、正直。もう足がね、足のもものあたりがね、めちゃくちゃって言い過ぎかもしれないけど、痛くてって感じですね。ほんでもう後半の方はもう走る気失せちゃって、もう歩いてましたね。まあこれから、走るの継続していけばね、今日より全然マシになると思うんで、まあ継続したいと思うんですけど、まあ一応まあご報告します。じゃあサイドレイズやたらやりますよ。すいません、お待たせしました。いきますよ。あ、ちなみにこれ重量が 7.5 キロですね。もう低重量で数とりあえずこなしちゃうかと。ちょっと一回休みます。では再開します。リストラップなんか必要ないなと思ったんで外しました。いきます。なんかサイドレイズ回数やる、結構多めにやると、あの首が痛くなりますね。ちょっとまた、休憩します。ちょっと正直寒いんですけど、ちょっとサイドレイズやってる時の、あの筋肉の躍動をどんな感じなのかなと、思いまして、ちょっと上半身裸になりました。いきます。ちょっと回数からすると、さっきも言いましたけど、三角筋よりも首が痛くなって限界来ちゃいますね。まあ筋肉、首の神経とつながってるんでしょうね、多分こうやってやってる時に。ちょっと休みます。ちょっとですね、まだ全然いけるんですけど、いつまでサイドレイズやればいいのかなってちょっと疑問が湧いてきましたね。とりあえずまだやります。よっそ、よいしょ。ちょっとチーティング使いますか。きついな。これから先きつくなったら、ちょっとチーティング、使わさせてもらいたいと思います。あのチーティングってご存知じゃない方もいるかもしれないんですけど、あのチードって基本ズルって意味なんですけど、まあその名の通り、ズルなんですけど、まあ反動つけてあげるんで。でも、まあ、必ずしも、チーティングが悪いってわけじゃないんで、
まあ、限界になった時、チーティングに持ち上げることによってより、筋肉に負荷かけることができるんで、まあ、普段ほとんどやってないですけどね、自分はチーティング。まあ、今日はちょっと、チーティングを利用したいと思います。ちょっとやってみます。すみません、なんかちょっと飽きてきちゃいましたね。まあ、まだやりますけど、とりあえず今の重量、これで終わりにして、次、もう一段階重量下げて、できるだけやったら終わりにしますか。あんま、ダラダラ続けてると、しょうがないってあれ、まあ、やった方がいいんでしょうけどね。ちょっと、飽きますね、正直。では、行きます。聞いていきまーす。ああ、きつい。では最後は10の、もう一段階下げて、できるだけやって終わりにしましょう。ちょっと息上がっちゃいました。では最後の重量5キロですね。まあ、5キロといえば自分が中学生の頃やってた重量ですね。まあ中学生の頃はまあ5キロでもきつかったですけどね。まあとりあえずいきますよ。まあやっぱ軽いっすね。まあ何回できるかっすけどね。ああ、意外にできないですね、これ。多分首が痛い。ああ、ダメだ。いや、意外にできないですね。じゃあちょっと一旦休憩しまして、まとめましょう。では本日の肩でございます。どうですかね、今日走ったんで若干脂肪落ちてるのかなってちょっと自分的には見えますけど、まあ以上になります。ご視聴ありがとうございました。